はい、皆さんこんにちは。たまには不動産の話もしましょう。不動産ってね、買うのよりも実は売る方が難しいんですね。買うっていうのは割合簡単で、その例えばマンションであればネットで探して、まあ、中古マンションですよ、探してその出てる、まあ、物件を買うっていうのは誰でもできることであって、ネットに出てるような価格がバカ高っていうことはほぼないんですね。だいたい相場よりちょい高ぐらいで出てるのが普通ですね。まあ、だからどうでしょうね、5000万で出てれば、まあ、ちょっと交渉入れて4800とかで、4800、4700くらいで買えれば、まあ、それでだいたい相場なんですよ。これは割合簡単です。まあ、その値引き交渉を上手にやるとかって、業者をうまくこう探すとかいうの多少はありますけども、まあ、別にその数も出てる業者に連絡して買いたいんですけどって言っても、まあそんなに違わないですね。まあ、それは200-300万違うかもしれないですけど、で売るのはね、むちゃくちゃ難しいんですよ。実はだから自分のマンションを売りたいと思うでしょう。で駅前にあるその大手の仲介会社、どことは言いませんけども、財閥系の名前のついたとことか、電鉄系の名前がついたとことか、まあ、あとはゼネコン系の名前がついたとことかありますね。あるいは独立系のカタカナの名前がついたところもありますけど、そういうところにお願いしますって言ったらどうなるかというのをお話ししましょう。まずですね、仮にそのマンションが5000万円で売れるマンションであれば、はい、じゃあ5000万円で売りましょうというふうにはならないんですよ。自分で一生懸命調べていって、これ多分5000万円で売れますっていうお客さんに対しては、ああしょうがないですね、しょうがないとは言わないですね、あそうですね、5000万円ですねって、じゃあ5000万円で売りましょうっつって5000万円でとりあえず預かってくれるわけです。その際に契約をするわけですね、仲介、その不動産屋さんと。媒介契約っていうんですけど、それはまあ大体1000人というのを取られます。1000人って何かと言いますと、その業者さんを通してしか売っちゃダメっていう契約ですね。あとは自分が連れてきたお客さんに関しては勝手に売れるんだけど、不動産屋さんを通して売る場合はその1000人の業者を通してしか売っちゃいけないっていうのが1000人媒介契約。大体どこでもこれをやってくれと言われます。で、嫌だよって、一般だよって言ったら、しぶしぶ一般でもやってくれます。で、一般って何かと言いますと、その例えば三井のリハウス行きました、一般でも済みます。住友不動産販売行きました、一般でも済みます。東京リバプール行きました、一般でも済みます。これ OK なんです。どこでもいいの、どこを通して売ったって構わないのが一般ですね。だから業者としてはもう1000人くださいっていうわけですよ。 でもちょっとね、不動産のことを勉強したお客さんとかよく分かってる人は、じゃあ一般にするって言って、で何社も何社も行くわけです。まあまあ別に売れる物件なら一般でも全然 OK ですよ。例えば山手線の内側の物件だったら、一般でも一生懸命売ってくれますし、多分売れますね、それでもね。でもちょっと離れた、売りにくいな、これ売りにくいなっていうような物件を一般で売ってくださいって業者に持ってっても、まあ1回か2回ぐらいはチラシ巻いてくれるかもしれないですけど、まあ、そこでおしまい。売れないと思ったらもう熱心にはやらない。店頭にお客さんがやってきて、その物件出して、これいいねって、これ買いたいって言ったらしょうがないなって案内はするんですけど、そこまでですね。で、大体その案内してる間に他の業者が決めるかもしれないですから、非常にリスキーな物件なわけですね、その一般で預かってる業者にとっては。だからあんまり熱心にやらないんで、一般は嫌われます。でも売れる物件はそれでも売れます。で、まあそれはいいんですけど、5000万円で売れる物件を持ってきました。その物件がそうですね、山手線の内側だったらまあまあいいんですけど、ちょっと離れた山手線から5駅くらいのところで5000万円だとしますね。で、駅徒歩7分とか8分なんで、まあ売れますよ。5000万円だったら5000万円で売れるんですね。で、5000万円で、はい、預かりますって。で、お客さんが5000万っていうから、もうしょうがないって5000万で預かるんですよ。でも1000人くださいって。で、どうなるかって言いますと、そうですね、一月で2、3件ぐらい案内があるでしょうかね。案内しました、ダメでした、案内しました、ダメでした。仮にその空っぽにした場合ですね、空っぽにして、もう開けて、もう
空っぽにしていつでも引き渡せるという状態にした場合はそうなりますね。で自分が住んでる場合でも1回か2回か案内来ます。で、まあそのね、案内がね、案内で来る人が例えばお客さんがまだ住んでる場合は立ち会う人もいるんですね。あの立ち会わない人もいますよ。もう勝手に見てくださいと。ただまあ住んでるともね、物が置いてありますんで立ち会ってくれた方が業者は嬉しいんですよ。だって後で物がなくなったとかって言われるの嫌ですから、うん、でなければもう空っぽにしてほしいんですね、業者としては。で、あの立ち会わない場合もきれいにしておいて何も触らないという状態にして立ち会わないという状態で見ますね。で立ち会ってると、あの、まあ、連れてきたお客さんがですね、業者が連れてきたお客さんがこうやってこう見て、あっつって、あの全然そのエンドっぽくない素人っぽくないお客さんを時々連れてきます。でなかなか決まりません。あの実はですね、これはあの仲介業者が売るつもりはないですね。で連れてきてるのはあの買い取り業者が連れてきてるんですよ。でエンドは全部ガードして連れてこない。買いたいっていう人が来ても見せない。で、2、3ヶ月経ちます。で売る方は焦ってくる、ね、5000万でなんで売れないのってなりますよね。で急いでる人はそれは焦りますよね、もっとね。でも急いでなくてもなんで3ヶ月も売れないのかしらと思うでしょ。でどういうことかと言いますと、その業者が囲い込んでるわけですね。囲い込んでなおかつその干してるわけですね。5000万円で売れるんだけど本当に売ろうと思ったら、でも売らないでじーっと待ってるわけですよ。あの仕事してるふりしながら。でまあだんだん焦ってきた頃に申し掛けるんですよ。これねって、あの今相場がなかなか難しいですと。で5000万円で売ろうと思ったらあと何ヶ月かかるか分かりませんって。でもあの4200万ぐらいだったらすぐに買い取れる業者がいますって言うわけですね。4200万で売る方はですね、まあ嫌だよっていう人もそれは当然います。5000万円だと売らないっていう人もいますけども、もう困ってると、まあいいやかも4200万でこんなイライラするの嫌だしと思って4200万で売っちゃうとしますね。誰が買うかって言うと買い取り業者っていう連中が買います。まあ4200万出してくれたらいい方ですね。4000万だったりしますけど、まあ仮に4200万としましょう。でしょうがないから4200万で売るわけですよ。売り手は。で買い取り業者買う。でもうそれで売り主は売買なんですけど、これは本来5000万円で売れるものを4200万円で売らされたっていう例なんですよ。その後やつらはどうしてるかっていうと、こう4200万で買った業者はそれを引き取って、あ引き取った時引き渡しを受けて適当にシュッシュッシュッとこう掃除したりして軽く直したりして、でそれを今度は5300万ぐらいで売りに出すわけですよ。でその時 の仲介業者は最初にあの売り主さんが頼んだ仲介業者でも握ってますから、やつら売るときはうちが1000人ねって言ってるわけですね。で5300万ぐらい出して、まあまあ、 あの5000万で売れりゃいいやと思いながら5300万出して、まあ仮に5100万で売れたとしますよね。そしたら買い取り業者は900万の儲けですか。900万の儲け、でまあ仲介手数料払ってますからそこから 6% を引くわけですけど、5200万の 6% ですから、300万ぐらいですか。だから600万ぐらいの儲けですね。500万ぐらいの儲けですね。買い取り業者は500万ぐらい儲かりました。はい、ラッピー。で仲介業者はどう何かと言いますと、その最初の売り主から 3% プラス6万円 の手数料を取ってるし、買い取り業者からも取ってるわけですね。 3% プラス6万円のその4200万についての。で次5100万で売れた時の手数料も買い手と売り手、買い取り業者ですね、売り手は両方から取ってる。一つの物件で4回おいしいんですよ。まあこれがまあ一般的な、話を聞くとものすごい悪どいと思うでしょうけども、これがもう財閥系の名前を付けた大手でも普通にやってます。これをね、その仲介業者たちは悪いなんて全然思ってないんですよね。みんながやってるんで。最初だから、あの大学を卒業して新人で入ってきた人はそれを見るとこんなことがあってもいいのかと思うんですよ。でそこでこう正義感でおかしくなっちゃう人はダメ、もうやめちゃう。もう全然摩耗してそれが当たり前だと思って生きてる人間が仲介業界に残るわけです。でそういうやつらの中で腕っこきの営業マンが上がっていくわけですね。でまああのあれですね、店長になったりするわけですね。
だからその真面目に商売してる若手なんか入ってると、お前何やってんだって、そんな片手なんかやってる場合じゃねえだろうって、そういうふうに怒られちゃう。普通に売ろうと5000万で売ろうとすると何バカなことやってんだと。これがですね、あの悲しいかな不動産仲介業界の実態でして、まあ今言ったのはオーソドックスなやり方で、もっと悪どいのいっぱいあるんですよ実は。まあいちいち説明すると長いし複雑なんでご理解いただけないところもあると思いますけども、かなりこれがオーソドックスな例です。そうするとやっぱしですね、駅前のあんな大手の看板出してる仲介業者のところに行ってもこれと同じことを保護されます、最低限両手をやろうとします。つまり5000万円で売れるものをレインズっていう指定流通機構、国交省 の、 あの指定機関があるんで、そこに載せると全国の仲介業者が客をつけられるんで、わーっていっぱいこういい物件だったらすぐにこう案内してくれってのが来るんですけど、それをガードして自分が連れてきた買い手に買わそうとします。それと最低限両手できますね。最低限両手はしようとします。なんで本来だったら1週間で売れるものが2ヶ月かかったりしますね、この仲介業者が両手を狙ったりすると。そのなんせその業者が見つけてくる範囲内でしか買い手は見つからないわけですから、全国の業者が見つけてくるのとはわけが違いますね。これは囲い込みって言うんですけど、こんなのもうね、もう 100% やってますよ、その辺の業者は。その辺というか大手は、特に大手、あの大手の看板があるんでお客さんも信用しやすいから、まさかそんなくどいことやってるとは思わないんですけど、みんなやってます。でじゃあどうしたらいいのっていう話なんですけど、まあ賢くなるしかないんですね。売り手側が賢くなって業者を選んで、両手じゃない囲い込みやるんじゃないよって、ガンガン注意しながら自分で買い手になって電話かけたりとか、まあいろんなやり方あるんですけど、首都圏でまあその東京、神奈川、千葉、埼玉、あんまり遠いところはダメですけど、電車に乗って3、40分で行けるようなところであれば、私が紹介する業者に預けていただければ、まあ、囲い込みは一切いたしません。もちろん今言ったような悪どいこともしません。で私は月に1回か、まあ、2ヶ月に1回、月に1回から2ヶ月に1回ぐらいのペースで、売却相談会っていうのをやってます。場所はですね、日本橋の暴露町っていうところなんですね。地下鉄の駅のすぐのところの仲介業者さんです。セトルさんという仲介業者さんの会議室を借りて売却相談会っていうのを、まあ大体土曜日のお昼から5時頃までやってまして、それはあの予約なしで、まあ大体ね、1回ね、3組から4組ですね。で、1組1時間ぐらい話を聞いて、で、まあそれでね、持ってこられて、いろんな事情を聞きながら、なんで売りたいんですかとか聞くわけですけど、もちろんそのマンションから土地から倉庫から、まあ一棟ビルまでありますよ。もうほんで複雑な権利関係のもありましたしね。ワンルーム昔買ったんだけど、これどうしたらいいとかで持ってこられた人もいます。で売却相談会やりながらこう見ながら、あ、これ別に売らなくていいじゃんと思ったら、僕の場合は言いますけど、売らなくてもいいですよ、これ貸しましょうよ、貸せるしとか言って言いながら、でもどうでしょうね、だから 3組1組ぐらいですね、売りましょうって言って、でかといってでも我々に預けてくれるとは限らないですね。まあ自分のかかりつけの業者みたいなのがいて、どうしてもそこに行きたいなっていう人も結構多い。もうやめた方がいいんですけどね、そのでも大体こう先に関係性ができちゃってて、もう3ヶ月も4ヶ月も売却をしてるんだけど売れないみたいなところだったら、やっぱりこうちゃんと向こうの営業マンと人間関係ができちゃってるんで、なかなかそれを切ってこっちへ持ってくるってできないんだけど、多分そのやられてるからあっと思いながら、かといって僕らは別にそのがっついてませんから、その1回相談会やって1組ぐらい選任いただけるような、扱い方してくれるような人が出てくればいいかなぐらいで、何でしょうね、年に5、6物件ぐらいしかそのなんていうか預かって制約しませんよね。まあそれでも定期業者さんも機嫌よくやってくれるわけですよ。で僕も土曜日の半日潰していろんな人と出会いますから、その話聞いてるだけでも結構面白いですよね。いろんな人来ますよ本当に。なぜかお医者さんもいいんですけど、そういう人からどういう事情でどうだから売りたい、どういうふうに売りたいっていうのを聞くっていうのは、僕にとってはマーケティングの一環であるし、
場所を貸してくれてる業者さん、瀬戸さんにとってはもしかしたら1000人もらえるかもしれない、それだけのメリットがあって、で、あの綺麗に瀬戸さんが売ってくれた場合は僕にも多少コミッションが入ってくるんですよ。だからまるっきりあのボランティアでもないし、あの、まあ、それなりに今までですね、何億円も今まで契約してますから、制約してカウントはしてないんですけども、3、4年やってて5、6億いってんじゃないですかね。あの、うん、なんやかんやででかいのもありましたからね、うん、まあそういう感じ、あ、もっといってるかもしれないですね。まあいいや、そんなのそういうふうに売却相談会をやってますんで、あの皆さんよかったら来てください。あの僕のブログのところにやってますよって、何月、次は何月何日ですよ、日本橋曝露町です。はい、ちょっと長くなりましたが、皆さんどうもありがとうございました。